どうもフランクです。ですね、今回もネタ切れなんで、まあ、雑談系の動画、していきたいと思います。で、まあ、ちょうどね今お風呂上がりなんですけど、まあ、とりあえずどうしようかな。この話になると、まあ、パチンコも絡むし転職貧乏の実態も絡むんですけど、まあ、内容的には転職貧乏の実態ということでいきましょうか。とりあえずじゃあ現状の話から、していきたいと思います。現状、3月に入った会社、11社目で、まあ、7月入ったんで、まあ、7月の14日ぐらいになると多分ちょうど、4ヶ月になるんですけど、今現状3ヶ月半ぐらい、ですね。11社目で相変わらず時給制なんで、まあ、給料は不安定で毎月あの上下しててみたいな感じで、まあ、ゴールデンウィーク10連休っていうのが、まあ、直で来てしまったんで、まあ、そこはちょっと痛かったんですけど、でそれで、まあ、半年経てばってことなんで、まあ、あと2ヶ月ぐらい、経てば、月給制の、給料になりますんで、まあ、そこをすると、まあ、だんだん安定してくるかなというような感じで、まあ、それで今収入がちょっとずつあの僕普通の、方の収入と同じぐらいにはなってくるかなと。でそれプラス、まあ、副業ですね。副業で、まあ、YouTube とかは現状は今不安定で、だいぶ落ちてまして、まあ、ちょっとね先月とかもだいぶネタ切れもあってだいぶ落ちてたんで、まあ、そのせいで、振り込みがなかった状態で、まあ、今月でいうと収支はゼロですね。規定まで行ってなかったんで。でね、まあ YouTube もね、あの年間で、まあ、20万以上稼げたりすれば、まあ、確定申告とかそういうのは必要になってくるんですけど、まあ、年間で20万ってね、なかなか多分今現状無理そうかなと。まあ、安定してる時期だったら、まあ、いけるかもしれないですけど、まあ、多分今年はね、なんか意外とこの流れでいくと、まあ、無理かなと。全然確定申告は必要ない以外で、まあ、ちょっと、GTR の燃料費が稼げればいいっていうような感じのレベルにしかなってない現状ですね。で、もう一つの副業が、まあ、パチンコなんですけど、パチンコを、パチンコを副業として活動してまして、まあ、今の会社は土日祝日休みなんで、基本ね、まあ、土曜日出勤とかもありますし、祝日の出勤もあって、まあ、休日出勤は出てくるんですけど、まあ、そういうのがあるんで、まあ、土曜日、日曜日、パチンコ行くことが多いですかね。あと、平日に、ちょっとパチンコ、仕事終わりとかに行くんですけど、大体、稼働的には、まあ、週2回以上行ってるような気がするね。週2回から4回ぐらい、パチンコ行ってて、まあ、それも、まあ、一般的に勝ったり負けたりの中でやりくりしてるんですけど、1ヶ月半でのパチンコの収入が、まあ、20万ぐらいか20万超えたぐらいかな。大体、まあ、そんなね細かい計算してないんですけど、あの専業とかでいろいろとやってるんだったらあれですけど、まあ大体そんな感じかなと思って。だからそのお金、まあ、でだいぶあのここ最近いろいろと、まあ、例えば GTR もあの車の税金、まあ、5万8000いくらとかもそういうパチンコで返して、で住民税も分割して、返済してるんですけど、それもパチンコで、まあ、部屋の横にある こいつね、このタイヤ、こっちか、これで見える。タイヤも、まあ、パチンコですし、まあ、今回のブレーキ、GTR のフロントブレーキのオーバーホールとか、ディスク交換、パッド交換とかっていうのも全部パチンコがあったからこうなってるんで、でそれでまあ今月に当たると
まあ先月もそうだけど、ほぼほぼ、貯金できることはできるんだね、多分。まあこの調子が続けば、まあおそらく今年中にいろんなものを払っていけるかなと思うんですけど。で、現状は、まあちょっとその買ったお金、20万ぐらい買ってたとしても、その買ったお金でいろいろとこういう周りのものに当てたりとか、税金支払ったりとかするのに、まあ、回してるんで、まあとりあえず、現状、今ここにあるこの資金、7万ぐらいかな、7万ぐらいと、あと他にもあるけど、8万。まああと給料日まで、まあ10万か11万ぐらいは多分軍資金として回せるかなと思うんで、まあこれをどう増やしていくかまた変わってくるんですけど。まあパチンコもね、普通に打ったら負けるんで、まあちょっとお勉強する必要があるかなと思って。で、まあ台の選び方とかは、スロットとかね、あまりやんないんで全然わかんないんですけど、パチンコとかだったら、まあ一番基礎的なことで、ボーダー理論とかよくあるじゃないですか。ボーダー以上に回る台を揃えるとか。まあそれはもちろん当たり前のことなんですけど、まあ、そういう台があれば、まあ理想は理想で、まあ期待値に結びついてくるんですけど、まあ、そんな台ね、田舎にはないんで、個人的にはやっぱ回る台に座るのが理想ですけど、ここ最近立ち回り的にはまあ確率論の方ですかね。なんか確率の収束してくるところを狙っていくっていうような感じで、まあそれと少しでもボーダーいいものを探すっていうのと、結構ね、面倒くさいんですけど、まあ、理想は確率が収束してくるところと、まあ他人の積み上げた期待値というか仕事量というのか、それとボーダー以上に回る台っていうのがいいんですけど、まあそんな台ね、なかなかないもんで、まあとりあえず最近はまあ確率論とかの方での立ち回りが非常に多いかなと。で、あとは、中途半端な投資はしないことですね。あと、中途半端な台選びというか変更。例えば、この台当たりそうだから打ってみるかとか言って、じゃあ3000円ぐらい回しましたとか、5000円ぐらい回しましたとかね、1万円回しましたって。当たんないから台やめ替えて、また他の台で打ちますとか、そういうちょこちょこ台を変えることとかもしないで、もう狙った台を、自分がこれだって決めたらひたすら粘って打ち続ける、それが単発であろうととりあえず打ち続けるっていう状態が続いて、最終的にこういうような風に、まあ、収支がついてきてるんですけど、なんだろう、まあ勉強すればパチンコは勝てるかなと、まあ現状は思ってますね。まあでも前のマックス機とかがないんで、前よりは全然出玉とか少ないんですけど、まあそれでもその代わりには、まあそんなね、大ハマりすることもないから、まあそれはそれでいいかなと思ってますけど。まあ今現状、収支が安定してきてるんで、まあとりあえずパチンコは、ちょっとね、本日もね、日付変わってるから、昨日になるのかな、ちょっと遊びのパチンコで2万円ぐらい使ってしまいましたけど、まあ、結局それを巻き返して、その日の収支が4万いくらでしたけど、まあとりあえずはそうですね、粘ることしかないですよね。まあそんな感じですかね。現状はもう転職貧乏の実態って本当に不安定なんで、まあ仕事メインで
普通にね、本業で働くんですけど、まあ、それだけじゃやっぱね、時給制だし安定しないんで、まあ、他で何か自分でできることを考えたら、目の前にまず実行できるっていうのは、こういうなんか YouTube とかと、あと、まあ、そういうパチンコとかしかないかなと。で、ここ最近思うのはね、時間効率についてはね、非常にね、すごい思ってるんで、まあ、仕事をっていうのが大体まあ普通に一般的にやるじゃないですか。それプラス考えると、まあね、やっぱ理想は土日祝日休みとかそういうような感じで、休みが多いところで自分にプライベートがあるような会社に入った方が、他のことでお金を増やしていけるっていうのがあるんで、まあそこがいいですかね、今現状は。やたらめったら出勤日数が多いブラック企業で少ない単価の給料だったら、本当に意味ないんで、まあ、ある程度そこそこ一般的な休みとお給料プラス副業っていうのが一番理想的なんですね、今のところ。で、ちなみに今月、まあ、1ヶ月半ぐらいかな、まあ大体居酒屋で、なんかね、パチンコを買ったらそのままなんか飲ませてやるよみたいな流れとかしてて、何万使った？ 4 万ぐらいか。4万ぐらいパチンコで、まあ20万ぐらいお金が増えたとして、そのうちのいくらだ、10万ぐらいは GTR のこういうリフレッシュ関係に回して、残りの10万で、税金払って、あと居酒屋行ってとか言って、まあ、実質買ったお金全部使っちゃってるから、手元にはまあご覧の通りこのようにね、7、8万とか、まあ、ちょっとね、銀行行けば少しね、1、2万入ってんじゃないかな。だから、本当ね、お金が全くないんです。まあ、一般的にね、こういう年齢的にも、一般的にもみんなね、貯金って結構できてるはずだと思うんですけど、まあ、僕の場合、転職貧乏なんで、貯金が一切できないプラス、GTR の維持費っていうのがありまして、で、あとは、まあ、タバコ、酒は良くないですね。お金がだいぶ減る、安定で。で、まあ現状ね、年齢層に合った貯金ができてないです。だからなんだろうね、毎月毎月その場その場のしのぎみたいな感じの生活をね、してるわけですよ。まあこれがね、実家暮らしだからまだいいんですけど、実家暮らしじゃなかったら、まあ今頃生活できてないですね。なんで、まあとりあえず実家暮らしの間で、ちょっと巻き返せるところは巻き返していかないと、まあ、今後がちょっと厳しいかなとは思ってますけど、転職貧乏っていうのは。まあ現状そんな感じですかね。まあ、パチンコで副業するっていうのはね、まあ一つの手段としては、まあおすすめですかね。なんでまあ勉強して勝つ気があるなら、まあぜひおすすめするんで、まあやってみてください。それプラス、現在、給料明細に、日付じゃないな、月変わったから、先月分の、またね、給料明細遅れてますんで、まあ、それも後ほど、まあ、後ほどというか、後日かな、今日は眠いから寝るけど、まあ、時間あるときに、まあ、アップしたいと思うんで、まあ、そちらの方も見てください。で、まあ、日付変わったから、今月に当たる給料っていうのは、出勤日数が、21日ぐらいになるのかな。だからまあちょっと前よりは期待できるような気がしますけどね。まあ現状そんな感じですかね。まあとりあえず銀行にあるような1、2万とか、まあ、そのぐらいのお金だけつけないで、残り、2週間ぐらい、まあ手元に今8万ぐらいあるのかな。だからそれを使ってさらに増やすって考えてるんですけど、
まあちょっとね、生活費を考えてみて、どうするか悩むな。軍資金、まあ3万ぐらい持っていればいいかな。なんかね、そんなもう、パチンコとか YouTube で、なんかその、副業だって言って、それでお金増やすのはね、あまりちょっとね、頼んない方がいいかなと思ってるんで、やっぱその、メインの仕事で稼いだお金でやりくりしてるっていう意識でやらないと、まあ多分お金の使い道が荒くなってくるのが現実なんで、まあとりあえず YouTube とか、まあ、パチンコの副業のお金はなるべくちょっとね、頭に入れないようにしようかなと、今後。メインの収支だけでの、まあ、仮定して、まあ生活していくっていうような感じになれば、まあちょっと貯金できるかなとは思ってるんですけど、現状ね。まあ今の現状の立ち回りで言うと、まあ2、3万あればまだ増えるかなと思うんで、まあ貯金かな、貯金ですね。貯金しましょう。目の前にお金があるからって言って使わない方がいいです。貯金しましょう。貯金して、まあ今やること、次やるべきことは、クラッチ交換だと思ってるんで、まあクラッチ交換をねしていこうかなと。まあそんな感じですかね。疲れましたね、非常に。まあ日付変わったから今週に入るんですけど、まあ土曜日出勤だったもんで6連勤来たんで、ちょっとね疲れてますけど、まあ今週頑張ればね、ちょっと楽になるかな。まあそんな感じですね。まあなんだろうね、本当転職貧乏の実態のまあ雑談なんですけど、まあメインの仕事がまあ時給1300円で、まあ不安定プラス、まあ副業が大体こんな感じですよみたいな感じですかね。まあ結論的にはパチンコでお小遣い稼ぎすることもまあ可能ってことですね。めんどくさいけど、だいぶ。ということで、ご視聴ありがとうございました。